YouTube をご覧の皆さんよろしくお願いします。いや意味わかんない、ちゃんとやって。 YouTube をご覧の皆さんよろしくお願いします。そんな渋い系で売ってないから、うちやってないっすか。やってないっす。YouTube をご覧の皆さんよろしくお願いします。お願いします。どうしたんですか。もうちょっとテンション上げてほしいんですけど。はーい、はーい、はーい。私、東京駅に行ってきました。え、まるでどっかの旅行に行った隠蔽できると噂の東京駅。そう、噂の東京駅に行ってきました。はいはいはい、はい、こちら、はい、うわ、出た有名駅弁シリーズ。こちら、はい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 。東京駅で買える駅弁、うん、この中にベスト5があるんですけど、それを当てようってやつですか。あ、違う、当てなくていいです。この中で京ちゃんが食べて、京ちゃんの味覚は世間の味覚とずれてるとよく言われますけども、世間一般的なベスト5すらも当てられないんじゃないか。そんなことはないよね、京ちゃんという味覚でしょ、きっと。そうでございます。やっぱそうだった。今なんか変わったような、企画が変わったような音が聞こえたけど、気のせい、気のせい。というわけで、きょうちゃんにはベスト5を当ててもらおうと思ってるんですけど、はい、なんとですね、1位が売り切れてまして、なのでベスト 2,3,4,5 を当ててもらおうと思います。ちなみにナンバーワンはこちらでございます。牛肉ど真ん中っていうのが一番人気。じゃあ、まずはまあお弁当でたら肉系じゃないですか。のでちょっとこの牛弁あたりですね。牛弁見てください、この高級なホール。うわ、うまそう。牛弁やっぱ冷たくても美味しいっていうのがやっぱ大事ですよ。そうだね。そうそうそう、うん、茨城のやつですね。まあ、高そうな気配はあるね。ランキング上位を狙えそうな。うん、じゃあ次、牛肉汁。これちょっと似てるね、牛弁と。多分だけど、これ、はい、2つ買うのがちょっとよくわかんないんですよ、意味が。あー、なるほどね。甘い、甘い。まあこれ牛丼で、こっちすき焼きテイスト、俺的にはやっぱこっちの方が美味しいと思うんで、まあまあまだわかりませんから、うん、食べてみないと。あ、それね、注意事項があるんですよ。黄色い紐があるでしょ。うん、それをギュッて引っ張って5、6分待たなきゃいけないんだよ。引っ張る？で、5分か6分待ってください。そしたら、お、すごい、うわ、すごい、なにこれ、はい、感動した。どれ行きたい？これかな、引っ張りだこ飯。タコが入ってますね。うん、多分これランキング高いじゃない。冷たさの中でもその味の旨味とか深み的なものが感じられますね。これ相当順位高いと思う。これはすごくうまい。俺はね、そんなに海鮮好きじゃないんだけどね、やっぱ映画とか見てるとやっぱ海鮮すごい好きじゃない。1位は肉なんですけど、やっぱこう海鮮がそのランキングを支えてる。やっぱそういう人のやっぱこういうスマートな、はい、気軽に買えるイカ飯、ペット。うわ、はい、きょうちゃん好きじゃん、これ見て、この小ささ。中もち米かな。うん、もううまいよ。でもそれだったらまだこっちのツボの方が美味しい。でも手頃さがいいね。うん、やっぱ海鮮だから。ちらし寿司、うわ、いますよこれ。絶対あるもんね、お弁当系にちらし寿司って。これ表面が卵で覆い尽くされて真っ黄色なの。ねえ、なんもわかんないよ。そうなんです。あー、ちょっと違うんじゃないかな。そろそろ飲んだちましたか。あ、そうですね。すごい、もうあったかいよ。普通のカップラーメン、そうぐらいあったかい。すごいね。ほら、もう湯気出てる。めちゃくちゃ美味しそう。いただきます。うん、シンプルだ ね、 ね、牛タンとお米。うん、
あったかい。うん、だからちょっともったいないな。京一郎ランキングはめちゃくちゃ高いんだけど、人気なお弁当ってやっぱこういうアクセントなものがあるわけよ。やっぱこれ牛タンと米と人参しかないの。そうだね、ちょっと重たいんじゃないかなと思って。まあまあ、ね、いろいろ食べてみたいのかな。どっち行きます？まあこっちじゃないですかね。マグロやっぱり王様ですから。やっぱりとりあえずみんなわかるでしょ。うわーすごい、お腹空いてるチャレちゃん状態。わーうまそう。あると思うんですけどもね。まさにですよね。そうね。うん、わさび効いてる。うんうんうん、これ美味しいですね。これはまあでもやっぱこれじゃないですか。こぼれいくらととろサーモン、カラス焼き弁当も鮭尽くし、これはやっぱり相当ランキングが高いんじゃないかなと思います。なるほど。いただきます。どうぞ。うん、アホうまい。アホうまい、うん、ここもだからうまいじゃん。こんなこれがだってもうドンといってるから。うん、アホほどうまい。アホほどうまい。私的な考えで言うと、要は万人受けスタイルだと思うの。でも万人受けなのは多分ベスト3ぐらい。4位5位っていうのはちょっとこうマニアックなものが入ってきてもいいんじゃないかなって個人的には思うわけ。っていうことは2位ですよ。2位にはこの引っ張りだこが来るんじゃないかなって。引っ張りだこが2位予想ですね。やっぱこういうことなんだろうなって。あーなるほど、牛弁の方が来るんですね。で、これが多分4位。あー、4位。いや、これ5位かな。5位で、こうかな。2位、3位、4位、5位で、この4つはレイカが買ったんじゃないか。この4つはレイカがチョイスしたものだと予想で。なんでかっていうと、はい、この牛兵衛ももしかしたら2位なのかなと思ったんですけど、さすがに多分1位2位が肉ってことは多分ないと思って、世の中一般的に言うと海鮮勢でもやっぱ肉には負けちゃう、うん、だけど2位にはいるよってのがやっぱこの引っ張りだこさんなのかなって。で3位ぐらいにまたやっぱ肉勢が、シンプルな肉勢が、いや牛丼食いてみたいなのがこう牛兵衛あたり来て、でここでコスパですよ。やっぱちょっと値段が安い、うん、なんだったらこの弁当とこの弁当も買っちゃおうかなみたいな感じでこうサイドメニューとして来そうないかめしですよ。で最後にサーモンかな。最後にサーモン。で京ちゃん的ランキングもいい。俺ランキングは、あ、待って、先にあの発表しちゃいたいなと。何ですか、こっちの世間一般ランキング。いやもう合ってるか別にいらないですよ。まあとりあえず1位は牛肉ど真ん中ですね、うん。2位がですね、ええ、ハラス。え、次3位牛タン弁当、はいはい、4位マグロイクラ弁当、5位牛肉重。もうきょうちゃんがランキングに選んだやつ1個しか入ってない。しかも5位だし。そう、2位5位だし。、うん、これ言っちゃったらだって俺が自分であと俺のランキング決めたらさ、そうなるやんってならんだ。先にさ、なんで言っちゃったの。何の意味もなくなってもうたやん。ごめんごめん。まあ俺は、うん、これがやっぱ1位ですね。牛タンが1位。もうだってシンプル、あったかいし、まあ、待つだけでいいからね。2位に俺はこっち来るかな、引っ張りだこ。あータコね、美味しいよね。うまいんだけど、ちょっとお弁当の楽しさがないというか、ちょっと食べづらい。あとはまあこっち、3番目にこれかな。あーそれね、美味しいね、うん、これすごい鮭大好きなんで俺は。これは美味しかった。4位にこれかな。はい、5位にカメシカっていう、そうだね。まあ、あとはもうだってこれはもうランキング外。強調的なのはこれが第1位、牛タンが1位、第2位、うん、で第3位。はい、世間的には第2位、うん、第3位、第4位、うん、第5位。そうなんです。そんなことある。そうなんです。これだから多分ね、黒年寄りとかが多い。黒毛和牛に多分やられてる、うん、これ。そうだね、肉勢がやっぱ強いんだね。強いんですよ。それじゃあ皆さんも、楽しいお弁当ライフを満喫してください。以上、きょうちゃんの、東京駅弁ランキング当てることできるのかなでした。さよなら。せーの、
ってこと？